ヘスバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に属する市場長である。ホアシュペッペシサルトに位置し、アシャフフェンブルクから5キロメートルビュルツブルクから約7 0キロメートルフランクフルトアムマインから約5 0キロメートルの距離にある。ヘスバッハのハ地区配置図と土地利用図。ピンクが市街地、白が緑地及び、 工作地、緑が森林である。ヘスバッハは5つの管区、10地区で構成されている。以下の括弧内の数値は2014年12月31日現在の各地区の人口である。残土住宅地は公式な地区ではない。かつてのザーデルバッハ集落は現在ヘスバッハ管区に含まれている。市場町ヘスバッハは、北はメムブリス、北東は、 ブランケンバッハ、東はザイラウフ、南東はベッセンバッハ、南はハイバッハ、南西はアシャフフェンブルク、西はゴルトバッハ、北西はヨハネスベルクと境を接している。軍独立市のアシャフフェンブルクを除き、いずれの町村もアシャフフェンブルク軍に属している。ヘスバッハという町の名前は同名のヘスバッハ川に由来する。この川は本域内を流れ、 アシャフフ川に注ぐ。時に、グロスを町名に関する場合があるが、これはかつて、クライン・ヘスバッハと区別するために付けられていたものである。歴史的資料や文献に登場する、この町の歴史的表記には、以下のものがある。ヘスバッハの最初の文献記録は1189年に、なされたもので、ホースティバックと表記されている。このマインツ大司教、コンラートの文書には、 証人として、ホステバッハのヘルマンとその息子のコンラートの名が記されている。1218年、シュメルレンバッハ女子修道院が、クーゲルベルク家によって創設され、ヘスバッハの教会管区における聖職者の推薦権が、この一族に与えられた。この家門は13世紀にホステバッハ、すなわち後のヘスバッハを名乗った。14世紀以降、 森林領地がヘスバッハに設けられ、これらは時代とともに大農場へと発展していった。1862年7月1日に別クスアムとアシャフフェンブルクが設けられ、ヘスバッハはその管轄下に置かれた。1939年、ドイツ国全土で軍の名称が使われることとなった。ヘスバッハは旧アシャフフェンブルク軍の33市町村の一つとなった。 この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併した新しいアシャフフェンブルク軍が創設された。1781年のこの村の人口は120個591人であった。この次の世紀、人口は極めてゆっくりと増加した。1895年になって、やっと人口が2000人を超えた。その後、 アシャフフェンブルクに近いことから工業化を背景に人口増加は加速し、1905年には2518人、1933年にはすでに3388人の住民登録がなされていた。第二次世界大戦の戦争難民で1946年の人口は4517人に増加した。人口増加はその後何年も引き続いた。 ヘスバッハはその800周年を契機に1989年9月29日に市場庁に昇格した。1972年と1978年の地域再編で自治体ヘスバッハに1981ヘクタールの土地と約4500人の住民が加わった。かつて独立していた小さな町村であるベーニヒ・ヘスバッハ、フェルトカール。 ロッテンベルク及びビンツェンホールガ合併した。ヘスバッハ市長者1988年から町長職にあったロベルトハインの後継者として2011年11月6日の選挙で無所属のミハエル・バウマンが選出された。彼は2012年2月1日から町長職に就いている。ヘスバッハの町議会は市長を含め25議席で構成される。ズンガラ 赤字と銀字に左右に分割。向かって左は銀の境界塔。向かって右は垂直に置かれ緑色の白車とその上に配置された緑の実をつけた緑の多くの葉。紋章の歴史、ヘスワッハの象徴的建造物が特徴的な塔を持つ聖ミヒャイル教区教会である。この塔は町の希望によって紋章学的に簡略化された形で紋章に、 取り入れられた。銀と赤の配色は、この町が、かつて所属した、マインツ大使協領を表している。ヘスバッハは、マインツ大使協領のエ林リン書の所在地であった。エ林リン書の役人は、シュペッサルト山地の管理区域を馬で巡殺する任務を負っていた。エ林リン書の存在は14世紀から確認されている。文章では、馬での巡察を象徴するものとして、 多くの歯と白車でこれを表現している。この紋章は1970年から使用されている。タンク及び工業系製造業者のゲーラー企業グループはヘスバッハに本社を置いている。このグループ企業の ASC テレコム AG はバーンホーフ地区に本社がある。この通信業者は約2200万ユーロの売上高がある。 アウトバーン A3 号線のアインハウズング・ヘスバッハは、連邦アウトバーン A3 号線に直接面しており、フランクフルトアムマイニへ約 50km、ビュルツブルグへ約 70km の距離にある。ヘスバッハと、ゴルトバッハとの間には、騒音を限度最大値以下に保つためのアインハウズング、が設けられている。ヘスバッハは、アシャフフェンブルク軍の学校センター所在地であり、以下の学校が、 地理的に近い場所に集まっている。さらに、ロッテンベルクとビンツェンホールの基礎家庭学校も、学校センターと関係している。学校センターの近くに、数多くのスポーツブランドや、体育館、屋内プールがある。これらの施設はいずれもスポーツ教育にも利用される。ハンスザイデルイコールギムナジウムと、実家学校の建築複合体には大規模な、軍立図書館もある。屋外プールは、 ロッテンベルク地区にある。紋章に描かれている聖ミヒャエル協会の塔、イアントニウス協会ヘスバッハには多くの成功したクラブがある。レズリングクラブ KSC ゲルマニア07ヘスバッハの第一チームは、ブンデスリーガ2部3手で戦っている。そのジュニア部門は、ドイツマイスターシャフトで定期的にメダリストを輩出している。その他のクラブには、 メガボルト1899ヘスバッハ EV、FC ヘスバッハ、フェルトカーラー無時間点百9 8 4自衛消防団、KJG ヘスバッハ、ゲザングフェラインゲルマニア、TV ヘスバッハ、ラッペルキステヘスバッハ EV、SPVGG、ヘスバッハバーンホーフがある。ありがとうございます。